皆さんこんにちは。今日はね、あいにくの雨なんですけど、まあエクササイズのためにね、ちょっと歩いてみたいと思います。かなりね、雪も深いみたいですけど、まあ行けるとこまでいつものような感じでね、行ってみたいと思います。結構ね、危険な時は危険なトレイルで、まずね、注意、雪崩多発地帯、気をつけろってことですね。それでは行ってみます。バイロン・グレイシャー・トレイル。さあ、ここはね、まだ来たことはないトレイルなんで、どんな感じになるか楽しみです。さあ、その様子を動画で撮っていきたいと思います。それでは今日も頑張って行ってみます。トレイルをね、歩き始めた時は結構な雨が降ってたんですけど、今ね、かなり小雨になってほとんど止んだ状態です。どんなトレイルになっていくか楽しみです。なんでこんな枝がこんなになっちゃったんでしょう。面白い、見てください、この山、すごい美しい山です。前からね、何人だろう、3人4人4人組のハイカーが帰ってきてますね。ちょっと情報を仕入れてみたいと思います。ね、あの通りかかった4人組に、このね、山で雪崩が起こったのを目の前で見たって言ってましたね。この雪崩の後すごかったって言ってましたね。チャンスがあれば見れたらいいんですけど、どうでしょう。さあ、このまま行ってみたいと思います。トレイルのね、向こう側は結構明るくなってきてるんで、いいんじゃないかなと思います。それでは行ってみます。30センチぐらい外にずれると1メーターぐらいね、ズボって入っていっちゃうんで超危険ね。さっきあの人とすれ違った時に1メーターぐらい足が入って、あの抜け出せなかったです。はあ、すごいな。ほら、危ない危ない。足場もあるんでね、やっぱね、スノーシューあった方がおすすめです。冬ここ来るならね。みんなズボズボ潜ってね、
気をつけて足を踏んでいかないと大変なことになりそうです。ここからちょっとねぐるっと回り込んで今度は右の山の方に近づいていきます。あ、右の方も結構雪崩がトンネルの近くまで来てますね。あんまり雪崩が多いときは多分トレイルクローズされちゃいそうですね。ここすごい、足場がね。さあここのねちょっと小高い丘が出てきました。この先どうなってるか楽しみですけど、おお、危ない危ない、ズボッと潜った。ちょっとね気をつけながら行ってみたいと思います。みんな行ったのかなこの先。おお、みんなこの先行ってないですね。ここでみんな帰ってきてるわ。この先ちょっとトレイルが分かんない状態ですね。どうしよう、この丘越えたいな。ちょっとねゆっくり行ってみたいと思います。どうですか、雪がこんなに積もってるってことですね。どんだけ積もってんだ一体。さあ、あのね昨日会ったおばあちゃんがね氷河のところに行ったって言ってたから、今日の人は折り返したけど、多分ね安全に昨日のね人らしき足音を辿っていけば多分ね行けると思います。僕はちょっとねこの先もうちょっと行ってみたいと思います。頑張ります。うおー、なんかでもやばい、ここ大丈夫かな。こんなところに落ちたら一人じゃ多分上がってこれない。よし、ちょっとカメラをねしまってあそこの丘の上まで行ってみたいと思います。それではSee you。 さてね、さっきの丘の頂上まで行けない。ここに切れ目があるんでちょっと怖くて行かない方がいいかなと思って、ここの穴もねちっちゃい穴覗いたらすっごい深いんで、やっぱそうなんで今日はねここで折り返したいと思います。またね春になったらね氷河見にここに戻ってきたいと思います。今から戻りたいと思います。やばいやばい、残念だな。もっとね氷河の方まで行けると思ったんですけど、まあいいや。ちょっとねこれ本当クリークとかね流れしてねそこに落っこっちゃったりしてもやばいんで、今日は大事を取って折り返します。こんなの分かんないで上歩いててスポッてはまったら一人でも出られなくて遭難ですね。今夜ねこれから雪降るみたいなんでとっとと帰ろうと思います。いや早いうちに出てきてよかったです。これはね本当日が暮れてくるところじゃないですね。あ、すっごい来そうになった。さあ今ねさっき来た道を折り返してます。ちょっとねまた雨が降ってきまし来始めました。レインジャケットね着てないんで、ダウンジャケットなんであまり土砂降りにならないでほしいなと思うんですけど、はい、こんな感じのところを今日歩いてます。危ない危ない危ない、足腰が、ね、弱ってるんでゴンゴン歩いて鍛えます。シェルパのようにいつかはヒマラヤネパールで友人と一緒に、ネパール人の友人とね、
だいぶね、折り返してから歩いてきたんですけど、かなり、トレイルヘッドが近いと思われます。今日はね、雨が降ったり止んだりで撮影するのが大変でした。うまく撮れてるといいんですけど。さあ、これからトレイルヘッドまで最後一踏ん張り、ムースとかに合わなければいいなぁなんて思いながら歩いてます。さっきの山がね、もう上の方完全に雲で隠れちゃいましたね。ここ夏すごい良さそうな森ですね。また夏に来てみようかな。夏というか、まあ新緑の頃ですね。6月ぐらいかな、来れたら来てみたいです。はい、トレイルヘッドまで無事に帰ってきました。夏はね、ここまで車で来れるんですけど、冬はね、もっと手前でクローズしちゃうんで、湖のね、駐車場まで歩けなくちゃいけません。今日はね、このバイロングレーシャートレイル、こんな感じでグレーシャーがここなんですけど、多分ね、今日行ったのこの辺かな。次回ね、絶対氷河の中まで入ってみたいと思います。わかりますか？ You are here、 ここですね。で、以前この前、氷河じゃなくて、氷河湖トレイルの駐車場がここで、この前ずっとこういう感じで、このね、湖の縁をずっと歩いて、おそらくね、この辺までは行けたんですね。最後のコーナー曲がったあたりくらいで、折り返してきたと思うんですよ。ここを曲がると氷河が見えるみたいなんですね。いつかね、リベンジしてみたいと思います。